皆さんこんにちは。面白い漢字。今日は「ほい」と「ぬん」「かい」と「の」2つね。なぜこれを取り上げてるね、ちょっと理由が1つあるね。後で話します。まずそれぞれの文字、そもそもどんな場合使った文字ね。 まず、ほい。ほいは略字です。反対字はこれでした。かいね、今全部略されてこうなってるね。この会の ね、これです。中にいっぱい入ってます。米、これは米を入れる蔵です。ね、収穫した後 米をこの中に入れ、そしたら雨降っても大丈夫。大水流れても大丈夫ね。この「ほい」ね、最初もともと意味は集まる、 ここに集まってね、集まる。じゃあ、今度何を説明？能力の能、もともとはこっちは頭。 この能の字は昔伝説では、クマの、クマにとって大変ね。クマといったら力持ち、走れ、さらにブタと違って、ブタを立てりゃ木に登る。<笑>こいつ立てなくても登れね。力関係ね、能力という言葉ありますね。じゃあ、会集まるね、あと変化した意味、あちこちの米収穫してこっち中に出会った、出会うね。会は会うの意味もありますね。じゃあ 現代中国語を使っているのは、何々することができる、この「ほい」と「ぬん」を使っています。
会と能何何することができるね。会と能両者の違いね。さっき書いたものようにね、米を収穫してね。でもこの米は簡単に収穫ではないね。最初土を耕して、種をまく、水やり、草取り、いろんな工夫してやっと収穫してできた。ね、会のできるは、勉強、訓練、学習によってその知識、技、ね、技能など身につけて、ね、できたこと。会を使います。中国語の場合ね。どれだけできる、どれだけできる、力関係、これが能使います。能、能力ね。力は力ね。要するに分かりやすいと言ったら、初めてできたこと、初めてできたこと、会を使います、ね。他に力さえあればできたこと、能を使います。例えば、でかいテーブル、あなたは一人、一人で運べますか？じゃあ、どっち使います？会、能、会、能ですね。勉強なんかしなくても力さえあれば、せーの、せーの、持っていくんですね。外国語、ね、あと、歌とかスポーツとかいろいろね、これが生まれつきじゃないものですね。会を使うね。微妙なところ、例えば小さい赤ちゃん、そのお母さんに聞く。この子歩けますか？どっち使う？両方使いますね。ただ意味が違う。この子歩けますか？会、これが会ですね。会、これが能。会を使ったら、この子は生まれてから初めて歩けるようになってですね。の意味。この子、能を使ったら歩けますか？と言ったら、この子はすでに歩ける。ただ、足怪我して、何か原因して、今ね、歩けるかどうかを聞いてるんです。ね。面白い感じ。今日は会と能。なかなかね、何々することができる。できるね。中国語の会と能の使い分け。なんか混乱というか、ね、迷うというかね。一つちょっとだけのお役に立てば幸いです。はい、今日ここまで。谢谢大家、再见。